はい、格闘タクニュースゾウの雑博です。今回はスーパーライジン大コケ朝倉未来の人気凋落バレる堀口恭司冷遇の訳についてです。スーパーライジンの人気のなさが現在話題になっています。というのもチケットが全然売れてないからです。 A 席のみ売り切れ、他の席は余っているようです。転売ヤーがいることも考えても、このままこの値段のままで売るのは難しいかもしれません。というのも今までチケット代は7000円が一番安い席だったのが2万円になるなど高額な価格帯になっているからです。これは朝倉のみっくんとメイウェザー戦が価値があるものだと勘違いし、ライジンが強気な価格帯をつけてしまったからです。しかし実際は全然売れてないのが実際でしょう。というのも朝倉のみっくんのファンは無料で YouTube を見るコロコロコミックが生きがいの小学生と、火星包茎で夜が眠れない中学生がメインですので、こんな高額なチケットは買えません。にもかかわらずライジンは朝倉みっくんをご了承しているのです。というのも記者会見も1回目はメイウェザー選手と朝倉のみっくんのメインの記者会見でしょうもないものに終わりました。2回目の記者会見は記者会見というものの、記者は呼ばず休日の土曜日に榊原さんが話すだけのものでした。これは美魔女疑惑の詐欺について言及されないためとも言われています。そして3回目はなんとハワイに行き、莫大なお金をかけて記者会見をしたものの、メインは朝倉のみっくんとメイウェザー、そして萩原の恭平とママ活戦士鈴木千尋でした。3回目は大金をかけてるにもかかわらず、朝倉のみっくんは実はほとんど喋ってません。メイウェザーがベラベラと長く喋った後に、9月25日は顔面をぶっ飛ばすぐらい一言ボソッと言っただけです。そして隠し玉として我らの色白持ち肌ボビランヤンより可愛い平本の蓮くんがメイウェザー選手の代わりに朝倉のみっくんのことを煽りました。パンチのスピードは自分は飛行機だが朝倉のみっくんは早いだ、俺ぐらい金を儲けてから調子に乗れですとか、しょうもないブランドを売るな、 TMT を見習いなどかなりのトラッシュトークをしました。ここで本来ならば朝倉のみっくんが言い返し盛り上がるところなのですが、ムッとするだけで何も言い返しませんでした。ただただムッとするしょうもないおじさんでした。そして極めつけはフェースオフした時に、だいたいここで何か揉み事が起こり少し乱闘になり盛り上がるっていうのが記者会見のプロレスとしては正解です。でここでメイウェザーのボディーガードがしっかりと朝倉未来君を押し、そしてここで何か乱闘が起こり記事になるというようなストーリーがあったのですが、ここでも朝倉未来君はなぜかムッとするだけで何も喋らずに向かっていきもしませんでした。これがブレイキングダウンのオーディションでしたらすぐに不合格でしょう。ただただ朝倉のみっくんはハワイまで行って一言二言喋ったぐらいで、あとは MMA のグローブを渡すという茶番をしたぐらいです。それもメイウェザーから MMA をするなら MMA なりのお金が欲しい、そうでないとやらないみたいな普通に説得されていました。このように莫大なお金をかけて朝倉みっくんを看板にし、スーパーライジンを売っていこうとしたところ、大誤算で全くチケットが売れていないのです。というのもこの失敗は今回だけではありません。ライジンはこの前にもライジンストリングパスという待望のサブスクライブの定額制のサービスを開始しました。これは朝倉のみっくんファンの無料で朝倉のみっくんの YouTube を見ている、試合を見ている層に対して有料化し大儲けを目論んだのですが、実際朝倉のみっくんの試合が YouTube 上からなくなりストリングパスに移ったものの、ストリングパスは全然機能せず今は開店休業状態です。大失敗したと言えるでしょう。先ほど言ったように朝倉みっくんのファンはコロコロコミックが聖書の小学生と火星包茎の中学生しかいませんので、お金は払わないのです。一度失敗してもかかわらず今回スーパーライジンも失敗してしまいました。というのも会見では萩原の恭平がドルチ&ガッパーナのセットアップを着てかっこよく決め、そして我らの平本蓮君も自身のブランドを決め、そしてママ活ファイター鈴木千尋も新しいママを求めるかべくデニムの爽やかなコーディネートの下にもかかわらず、朝倉のみっくんはアディダスのダサい黒い短パンと黒いノースリーブという小太りのおじさんがコンビニ行く時の清掃のような格好で晴れの舞台に出ました。これぐらいやる気がないのです。そんなやる気のない朝倉のみっくんを看板に背負ったことでスーパーライジンは全然売れてません。であれば堀口恭司選手をしっかりと使ってほしかったと思います。堀口恭司選手は平本蓮君が言ってましたが、ペーパービュー売り上げは1位で人気のある選手です。そして実力も伴っています。であれば金太郎選手というような勝負論の戦いではなく、日本のトップ堀口恭司 vs 韓国のトップキム・スーチョルで当てればよかったのです。そこで日本対韓国で煽り、記者会見にもちゃんと出てもらい、やっていけば堀口ファンがまた盛り上がりペーパービューやチケットも買ってくれたでしょう。しかしそれをせずに朝倉未来におんぶに抱っこに肩車に松葉崩しで大失敗しました。もうこのままではライジンは朝倉新喜劇、犯罪者が集まる喧嘩コント、ブレイキングダウンに吸収され、ブレイキングライジンとなるでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。
がとうございました。今週日曜日夜8時からライブ配信しますのでご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。